エコノミックニュースジャパンのオーナーの K です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。いつもご視聴ありがとうございます。平成時代のプリンセスのマサコ様とキコ様には共通点が多いですが、国民の評価は大きく分かれています。帰国史上で教養も品格も美貌も兼ね備えたお二人ですが、同世代の女性たちの間ではキコ様よりもマサコ様に共感する人が多いようです。それはなぜでしょうか理由は、 お二人の笑顔と思いにその秘密がありました。そこで本日は、雅子様さまが疲れて、紀子さまが嫌われる理由をお伝えしていきたいと思います。最後までぜひご覧ください。2019年5月、令和の時代が幕を開け、長い間、皇太子、皇太子妃として馴染んできた。広宮様さまと雅子様さまが、それぞれ新しい天皇皇后となりました。 新天皇の乙宮、秋篠宮様は皇位継承順位1位となる皇子の地位につき、秋篠宮様と紀子様の長男、久人様が皇位継承順位2位となり、秋篠宮家は皇子家となりました。90年代に誕生した二人のプリンセス、雅子様と紀子様は、お二人とも一般家庭出身とはいえ、海外経験のある帰国史上で高い教養と品格を備えた時代に即したプリンセス像でした。 しかし、皇室に入ってからは明暗がくっきりと分かれました。お世継ぎ問題や人格否定のプレッシャーで長年適応障害を患った雅子さま。そして、美智子上皇后と良好な関係を結んで公務も雅子さまの分までこなし、お世継ぎとなる男子が生まれないのではないかと、世間ぐるみで焦る皇室にあっと驚く見事なタイミングで男子をもたらした紀子さま。 後位継承権を持つ子を産んだかどうかという点から見るならば、後頭に自らの DNA を残さなかった女性と残した女性という見方もできます。そしてお二人はそれぞれ令和の皇后と昭和の天皇の母となりました。お二人は共に50代で男女雇用機械均等法の第一世代です。彼女たちの結婚までのキャリアはもちろん結婚後の苦悩のあり方にも、 同世代の女性たちは、お二人を自分自身と重ねて見ていたように思います。二人のプリンセスのキャリア感、女性感、子育て感、そしてそれが世間に称賛されたり、ひどく安易に手のひらを返して批判されたりという姿を見ながら、彼女たちは女って何だろうと考えたのです。長男の不器用な嫁と次男の器用な嫁、二人のプリンセスは、巨大な婚拠とも世間とも向き合い、 30年近くもの間、それぞれのスタンスで静かに戦ってきました。ですが、その戦い方を見て、同世代の女性たちは、キコ様よりもマサコ様に共感し、応援する人が多かったのです。その理由は、海外育ちでハーバードから東大、外務省、オックスフォード留学と、あれほど優秀だったマサコ様がキャリアと自由をして、 これまで20年間カメラに向けてろに浮かべ続けたぎこちな笑顔にあると思います。それは日本的に意味もなく曖昧に可愛らしく笑ったりなどできない、帰国子女らしい彼女の不器用さを物語っていました。一方、紀子様は画面に現れた時からずっとミステリアスで上品な笑顔を口元に貼り付かせることができる器用さがありました。 優秀な外交官であれ、日本の外交に資する人材であれと育った。真面目さと努力の塊のような雅子さまは国民から日本のプリンセスとして大いに気に入られ、皇室に嫁ぐことが日本外交のためにできる最も大きな貢献だと自分に言い聞かせて、日本の象徴の妻になることを受け入れました。女として、妻として、母としての一挙手一投足を無遠慮に眺め回され、 背が高すぎて身長163センチの広宮様とのバランスが悪いと罵られ、着ているものなどから下世話な憶測までされ、マスコミの茶飲み話のネタとなりました。お世継ぎが埋めないというどうしようもない事実の前には、自分の積み上げてきた努力や専門性や哲学など昔であると人格否定されても、一歩外に出れば人々の前でぎこちなく笑うしかありませんでした。 病んでも当然だと思います。しかし、紀子様の器用なスマイルは、それとは対照的に自分に突きつけられた要請や役割を早くから受け入れ、こなしてみせようという気概や自信を表していたように見えました。やはり、海外で育ち、語学力も高く、伝統的な世間が発端と安心する学習院育ち、社会経験のない女性で、次男の嫁として家庭経営も子育てもバランスよくやり遂げ、 雅子様のごたごたを横目に必要とあらば見事なタイミングで難なく男子を埋める紀子様には、良くも悪くもプロの夢と評価する向きもありました。雅子様が適応障害と診断されて世間を賑わせていた頃、あまりに長い療養にそんなに辛いならさっさと離婚しちゃえばいいのに、という同情の声がありました。雅子様の不器用な生き様に自分自身を重ねる女性たち、 共感する女性たちは、雅子さまが当時皇太子妃としてどんなに苦しんでも、その責任と立場を放棄するなんて発想がないからこそ共感したのです。逃げ出せないのではなく逃げ出さないのです。どんなに自分が病もうとも、その闇にさえただ真正面から取り組む姿。優秀なのに信じられないくらい不器用。痛みも批判も常に自分が一心に浴びる。それが雅子様さまなのです。 産みたくたって産めない。自分の価値って。あれ、自分がここまでの人生でやってきたことは何そうか、私はこれを引き受けたんだ。じゃあもう一度真正面から退治しなくちゃ。そんなひたむきなま子様さまだからこそ国民から好かれるのです。ではなぜ、紀子さまは嫌われるのでしょうかそれは平民出身がゆえの欲深さからだと思います。 紀子様には社会経験がないことが災いし、国民感情に疎いところがあるように思います。また、将来の天皇、ひた様をご出産後、みち子様を言いくるめ、まさこ様を落としめ、そして自分の地位を築いてきた悪い噂もあります。その噂の背景には、紀子様のまさこ様に対するコンプレックスがあったのではないかと考えています。しかし、まさこ様には、紀子様のような噂が全くなく、そのクリーンさが、 雅子様が好かれる理由であり、紀子様が嫌われる理由なのです。また、さ様と小室圭さんの結婚問題を機に、秋篠宮様がはっきりしないのは紀子様のせいだ。さ様が圭さんとの結婚にこだわるのは紀子様の後ろ盾があるからだ。木様、カさ様が国民を帰り見ないのは紀子様の血を引いているからだ。秋篠宮家を堕落させたのは紀子様だ。 その悪評は次第に秋篠宮家に向けられて、国民からは秋篠宮家の排斥を望む声も大きくなっています。広宮様の奥崎探しの当時の関係者がひっそりと考えていた奥崎の条件とは一体何なのでしょうか皇族、旧皇族や家族を表す宮様に対し平民という言葉がある世界。三代遡って傷のない血統。 カトリックの精神は、振動を掲げる日本の皇室としては痛んで、学習院こそ正当との考え方。そうは言いながらも、大学は教学だと虫がつくからと嫌がられ。名門女子大学出身者、しかも奥先に上司がいては面倒だから、就職せず社会経験のない女性。そして、当たり前のように容姿端麗。奥先の条件には、人を構成する条件、スペック、つまり箱しかありません。 本人がどんな人格で何を大切にする価値観や哲学の持ち主なのか中身はどうでもいいのです。そんな時代錯誤な奥先候補などになってしまった女性たちは、候補返上の意思表示をして次々と就職したり、海外留学したり、他の男性と結婚したりしてさっさと逃げました。あるいはピアスの穴を開けて自ら伝統的な価値観の人々が考える傷物となり、 拒否の意思表示を上したのです。傷者だったなら、あるいは自ら傷者になってしまえば、皇室に囚われなくても済んだのかもしれません。しかし、そんな発想のない雅子さ様だからこそ、適応障害の暗黒期を得て皇后となった今、30年前のあの時に雅子さ様自身が思い描いた通りの優れた長調外交を通して、不器用ではない雅子さ様本来の自信に溢れた笑顔を見せてくれています。 本日はここまでです。今後も旬な経済情報をお届けしていきますので、高評価いただけると動画配信の励みになります。また、通知が届くようにチャンネル登録と合わせてお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。それではまたの機会に。